1988年10月21日、北海道北見市にて、ある夫婦が刃物で殺害されているのが発見されました。その後の警察の調べにより、遺体の身元は当時61歳の男性、矢田勝治さんとその妻、和江さん56歳で、二人は資産家として有名な夫婦だったことが分かり、夫には約20箇所、妻には実に60箇所以上の刺し傷、相当な恨みが伺えました。その後、事件を捜査していた北海道警は、ある一人の人物に任意で事情聴取を行います。その人物とは、久保田雄二当時43歳。久保田は保険外交員として働き、被害に遭った夫婦とも保険契約を交わしていた人物であり、警察はこの久保田が本件に関与した疑いがあると睨んでいました。しかし決定的な証拠はなく、また久保田からの自白もなかったため、逮捕には至りません。ですが、本件の犯人はこの久保田でした。そして事件から約1年後の1989年11月、警察に信じられない一報が入ります。それはなんと、久保田が自殺したのではないかという連絡でした。現場は北海道網走市にある網走新港。そこで久保田の車が転落しているのが発見されたのです。しかし肝心の久保田本人の遺体は見つかりません。警察は遺体が見つからないことからこのように考えます。これは久保田の偽装工作である可能性が高い。そしてこんな偽装をするということは久保田が犯人であるという何よりの証拠だ。警察は改めて久保田の行方を追うとし、懸命な捜査を続けますが、結局久保田の足取りをつかむことはできませんでした。当時の殺人事件の時効は15年、1年、また1年と時だけが虚しく過ぎていき、ついに時効成立まで1年を切ります。ですが、本件は誰もが想像していなかった衝撃の結末を迎えることとなるのです。一体その結末とは？それでは事件の詳細です。本件の犯人である久保田は、先に触れたように当時、保険の外交員として働いていました。しかし、その働きは不正の一言につき、自身の営業成績を伸ばすために、架空の保険契約をいくつも結んでいました。また、架空の保険契約といっても、その保険料はかかるため、その分は自分で負担しなければならなく、その保険料を補うべく、横領行為などを繰り返していたのです。つまり、架空の保険契約を結ぶために会社から横領し、営業成績を伸ばしているように見せかけていたということです。また、他にも高額の報酬金を得るべく、顧客に嘘の説明をし、そしてその嘘の説明をもとに、保険契約を結ぶといったことも日常茶飯事でした。そんな久保田は、本件で被害に遭った資産家の夫婦にも嘘の説明をし、無理やりに近い形で保険契約を結んでいました。しかしその後、夫婦は久保田の話した内容と契約の内容に違いがあることに気づき、久保田に対し疑問を持ち、契約を解約したいと申し出ます。これを聞いた久保田、彼はこのように考えました。夫婦に嘘の説明をしたことが発覚すれば、今までの不正もバレてしまうかもしれない。不正が明るみになれば、会社をクビになって生活できなくなる。何よりも大事なのは自分の生活だ。そして久保田は恐ろしいことに、自分の不正がバレないよう口封じのために夫婦の殺害を計画したのです。そんな久保田が計画したのは、毎日夫の勝治さんが昼寝することを知っていたことから、その際に勝治さんを襲い、その後に妻の和江さんを殺害するというもの。そしてついに決行の日がやってきます。1988年10月21日、久保田は工具のドライバーを持ち、夫婦が住む家を訪れます。すると妻の和江さんが出てきたため、久保田はとっさに和江さんの後ろに回り、首の後ろをドライバーで数回突き刺しました。それだけでは殺しきれないと判断した彼、台所へ向かい出刃包丁を取り出し、和江さんの首あたりを中心に何度も何度も刺して殺害しました。この時、夫の勝治さんは久保田の思惑通り昼寝をしており、久保田はそんな勝治さんに近づき、またも首などを中心に包丁で何度も突き刺し、抵抗すらできなかった勝治さんは、そのまま息を引き取りました。それから間もなく事件が発覚し、警察は夫婦が最後に会った人物が久保田という保険外交員であることを突き止めます。
さらに犯人の有力な手がかりとして第三者の血痕が現場に残されていたことも判明します。そのような背景から久保田に任意で事情聴取を行い、血液の提出を求めるのですが、久保田はこれを拒否。警察も簡単に諦めることはせず、彼の親族を説得し血液を提供してもらい、これを DNA 鑑定に回します。するとその結果、現場に残された血痕が久保田のものと矛盾しないということが分かったのです。しかし当時、親族の DNA 鑑定結果から逮捕状が取れたケースはなく、この時点では他に決定的な証拠が見つかったわけでもなく、また久保田自身の自白もなかったことから逮捕するには至りませんでした。警察は間違いなく彼が黒であると睨んでいました。しかしその証拠がない。警察が懸命な捜査を続ける中、事件から約1年後のことでした。冒頭で触れたように、網走新港にて久保田の車だけが発見されたことから、警察は久保田が自殺の偽装工作のために行ったと考え、彼が犯人であることの何よりの証拠とし、懸命に久保田の足取りを追います。しかし、その後どれだけ捜査をしても久保田を発見することはできず、時だけが虚しく過ぎていきます。当時は時効制度があり、殺人事件は15年、1年、5年、10年、容疑者は特定できているのに、その姿が見つからない。いえ、本件は時効成立まであと11ヶ月に迫ったある日、衝撃の展開を迎えることとなります。それはなんと、久保田が指名手配され、時効まで10ヶ月と迫った2002年12月、ついに彼の所在が判明し逮捕に至ったのです。その背景にあったのは、科学技術の進歩とテレビ番組に寄せられたある一つの目撃情報でした。久保田を追った14年の中で、捜査における科学技術は進歩し、DNA 鑑定の精度は格段に上がっていました。そこで、犯行現場に残っていた血痕を再度 DNA 鑑定した結果、現場に残っていた血痕が久保田の DNA 型と矛盾しないことが改めて判明したのです。2002年11月、事件から14年と約1ヶ月、DNA 鑑定の結果をもとに、捜査本部は逮捕状を取り、久保田が指名手配されることとなります。またそれと同時に、久保田の情報をメディアで拡散し、テレビ番組にて本件に関する情報提供を呼びかけました。すると、番組を見た人々から様々な情報が寄せられます。そしてその中に、直近で久保田によく似た男を横浜で目撃したというものがあり、警察は情報の真偽を確かめるべく、神奈川県横浜市へと急行します。そして運命の2002年12月18日、警察は横浜にある建設現場で働いていた久保田を発見し、その場で逮捕するに至るのです。彼は偽名を使いこの現場で働いていたようですが、久保田には左の親指に L 字型の傷があるという身体的特徴があり、警察がそれを問い詰めたところ、久保田本人であることを認めたのです。彼は逃げ続けた14年間について、あらゆる偽名を使い、関東地方を中心に現場作業にて日銭を得て生活していたと話しました。こうして約14年にも及ぶ久保田の逃走劇が終わることとなり、ついにその裁判が始まります。最初は起訴事実を全面的に認めていた久保田被告。しかし、2003年9月に行われた第4回公判にて、彼は突然その態度を一変させ容疑を否認します。事件は警察に捏造された。血痕は病院で採血した自分の血を誰かが撒いたものだ。これについて弁護側も、現場にあった被告の血痕が事件当時のものである証明は不十分で、自白内容も強要されたもので真実ではないとしました。それに対し検察側は、その後の論告求刑公判にて、保険の顧客だった被害者夫婦との契約上のトラブルが明るみになり、懲戒免職を恐れて被害者を何度も刺した、極めて利己的で残虐な犯行であるとし、久保田被告に対し死刑を求刑します。2004年3月2日、判決公判の日、裁判長は現場から発見された血痕は久保田のものであり、犯行時に残ったと認められる。自白は信用でき、犯行を実行したことは明白として、弁護側の主張を全面的に退け、検察側の求刑通り、久保田被告に対し死刑判決を下しました。
これに対し弁護側は即座に控訴。結果本件の裁判は最高裁までもつれ込むことになります。そして2009年12月4日最高裁判決公判の日、弁護側は DNA 鑑定に依拠した事実誤認の危険性は足利事件で明らか。一審、二審では鑑定の信用性について十分な検討が行われていないと指摘し、その上で少なくとも高裁に差し戻し再鑑定などを行うべきだと主張。それに対し検察側は2002年当時新たに実用化されていた鑑定方法を用いており、証拠能力も十分で精度に問題はないと反論。裁判長はこれらを受け、弁護側の信用性が不十分で再鑑定を行うべきとの主張を退け、記録を調査しても重大な事実誤認はないと述べ、 DNA 鑑定は信用できると認定。前科がないことなどを考慮しても死刑を是認せざるを得ないとし、地裁、高裁の死刑判決を支持し、ついに久保田被告の死刑が確定し、本件は幕を下ろすこととなります。その後、死刑囚となった久保田は札幌拘置支所にて収監されることとなりますが、去る2023年9月23日午前7時半前、居室で苦しそうにしていた久保田死刑囚は医師の救命措置を受けますが、誤嚥性肺炎による呼吸不全のため刑が執行される前に亡くなりました。本件が解決に至ったのは紛れもなく警察の努力の賜物です。久保田が刑を受けることなくこの世を去ったのは何とも言えない感情が残りますが、警察の諦めない捜査が犯人逮捕に至ったということは現在未解決となっている事件の希望にもなります。一つでも多くの未解決事件が解決へと向かいますように。最後になりますが、本件で被害に遭われた夫婦のご冥福を心よりお祈り申し上げます。それでは今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。